Guilty Gear。 ワンピ側 FAB ポゼムキンツルベッドマン、七夕ファウストのチーム先方ツルベッドマン対するツピ側アゼスケメイ佐藤ベノムオスカイノのチーム先方佐藤イノ、佐藤ベノム。Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 ちょっと撲滅委員会支部ありすぎじゃないですかね。ババ支部なんですけど、確か栃木支部もあったような気がするんですが、気のせいだったかな。さあ、先鋒戦がベッドマンベノム。画面端セットプレーが続く、上から降りて抵抗で逃げる返す。奥攻め弾が当たっている。 S ハイ D、 K S ハイ D、 ロカイスラー正 Q5 で落としてボール3つ裏に落ちてきて中央に逃げるベッドマン。下から来たのだ。まずは1本目ツルベッドマン、まずは飛び道具が画面端を追い詰めていくが、ここは空中投げ掴めていく。キンエスから P の6杯が届かない。ストラグル相打ちから 6P6杯落としていく。低大祭ガードから転移で一旦距離を取る。ストラグルガード、さあ低打から黒いがコンボにいっている。下段イエローロマンから金バストはガードしている。直打でしのいったがターンはベノム。足場で下段前に降りてきて上からブリッツ取っている。ブリッツ仕返す、下段が当たって残り距離、裏に回って投げている。まず先鋒戦勝ったのはツルベッドマン。情報は可能な限り多くを把握して検閲的に見識を深めるべきだよ。視界を捨てている世界なんて全てを認識した世界にかなうわけないじゃないか。Here comes the daredevil。ツーピー側中堅オスカイノ。さあまずはベタマンがラインを上げていく。対するイノは音符をばらまきつつジャンペース中段バースト飛び道具を空中浄化して戻ってくるのは当たってしまう。池がスカルキンバーストジャンハイは飛び道具で押さえつける。相打ちからジャンハイ落として一旦飛んで裏だった窓際、まずは切り返していく。バックステブレーク回ってローマキャンから攻めを継続。残り1割だがかなり S 強限で切り返して縦蹴りイエローロマンから中段を当てていく。下段追いつき始める。デッドアングルガードジャンプディ縦蹴り投げている。1本目ツルベッドマン、さて裏本当にあの表裏がわからん。 S 強限で切り返して中段4回からの下段ハーツピー対空から横蹴りとアイス取っていくが攻めが続く。投げている
さて近づけばいいのが割とさを取れそうだが、キンスから飛んでかわす、固めていくが前に出て表現当たらず、ジャンハイで落として飛んでかわす、徹底して置き攻めを食らいたくない、中央に逃げるジャンハイ、バックスかわしているが潰している、ヒーローから体力リーダーベッドマン離れて飛び道具をばらまく、テーダジャンペス差し込んでいった、 S 縦ケミから近距離 S まで取り返す、オスカイの最初ランド、まずはジャンピング対決かな、ショグアから逃げ、ガード固める、ゲーダンガード、ここは回ってきたところはジャンプ系で抑える、スカッシュ中段からの中段ジャンプ系、ロッキー対決から P 強弦入らない、裏ジャンプ系から S 強弦、縦蹴り当たっている、 PS S ハイ強弦、 S ハイ S 強弦からローマキャン使ってこのスキル、能力だが報告と整合しない、勝ったのはオスカイノ、あなたは寝たままでいいの、私が終わらせてあげる。 Here comes the Daredevil。 モードセレクトのところはアーケードモードを選んでいただければと思います。Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! さあ、中堅 2P が中堅、七夕ファースト、ドリルガードからつながっている、地上コンで画面端まで持っていく、ドリルスカシメッタ、ジャンピー当たっている、タッチハイスラまで、まずは1個目七夕ファースト、PK から2段ジャンプでタイミングがずらすが、イエローロマンから空投げきて 6P、タッチ K から KKS ハイ、表現で強く逃げる、はい、では B 教材、ハイ屈の方いきます。宇都宮フナイラムジャル、ちくわベッドマン、ギマイノのチーム、対するは明日12時からエアガイツフリープレイ、メイストームラブレザル初プレイのエナイン仮面メイのチーム、B 筐体になります。はーい、さあ11の状況、今ちょっとチームメイト呼びに行ってるんで少々お待ちください。ブラックホールで吸い寄せてドリルガード、紫で押さえつける、横蹴み、スカシゲダン、スカシからの中段バース使って投げてるな、ファーストをジャンハイから中段ジャンプディデッドアングルガード、足バレが届かない、はい、エブンさん間違えない、宇都宮家内さん、
さあ最後は投げを通して勝ったのはオスカイノ。ごめんなさい、白衣の方がお好みだったから。どうぞ。ワンピガは大将ヘビーポチョムキ。開幕前目顔を駒投げ通す。ジャンピーからバックステー、これは逃げ続けている。しかしゲダンバーストバックステー引っかかる。画面端黄色からゲダンガード、ジャンハイ押さえつける、逃げガード、ジャンペス中段ガードを固める、ゲダンに当たる、ゲダン大きい攻め続け、中段ジャンケ手だけ S ハイまで。まず1本目オスカイノ、ジャンピー押さえつけて前に出る、立ち合いカウンター、画面端ポーチョバスバックス縦蹴りから中段ガード、2ハイカウンタージャンプリガード、画面端ジャンプ蹴りから下段ガード、じゃあはい足払いバックス逃げ、下段音符で押さえつける、ハンマー赤からゲラン、ロケ生命継続、どこ当たってて、ジャンディ当たらずガード固める、ジャンハイガンダ窓際ガードニエス届かず、跳ね返してバスト、ジャンハイジャンハイジャンペスバスト、ジャンハイジャンプライダージャンペス、ゲランバースト、体力リードはいいの、ハンマーフォールエクステンドまで取り返す。 FAB ポジションキン最初ラウンドエゲンスヒートはつながらず、跳ね返してスラヘでこかして、6ハイバックスがり、6K、コパン届かず、ジャンディ、下段、ハンブレ、ポチョバス、ローマキャンから6ハイハンマー、ピヨって、立ち合いすらまで、勝ったのは FB ポチョムキン。わからんな。戦うことそのものが目的と化したかのような振る舞いだ。スパーレン。スピガは大将アゼスケメイ。Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock. バザスラヘ、こかしてバクセ。イルカから S ハイ。相打ちジャンハイまで 8K が対空になっている。ハンマーフォール、エンエスが引っかかってジャンペスからゲダン、ロケ中段からどこ当たってんだよ、バックステジャンプ以後引っかける、スラヘ焦がして画面端ジャンペスピーデッドアングルよけるバースト、ハンマーイエローから中央に逃げるメイダが、ハンマーイエローポジバス、まだ生きれるがローマキャンから6回すらまで。まずは1本目 FAB ポジムキン、さあ中央逃げる、トリシューラー当たらない、投げてジャンハイから
デコピンがカウンターしている。6敗 NS ヒートが届かない。ジャンプ SP、 ジャンプ S から覆いかぶさっていく。跳ね返しているローマキャンからゲーダンガード、バックスかわせるがゲーダン投げれない。金 S サスケからロケ中段ガード、ゲーダンガード空中引きずり下ろして、あボールか、バーストバスカル、ジャンプにか届かない。ジャンハイ裏バースト、ジャンピー、 ICPM まだ残る。ロケハンマーだったが最後はジャンプスラー、勝ったのは FAB ポジモキン。任務完了。了解だ、次の任務だ。チャンピオンウィンストレイト。女子供に全力は出せん。侮辱に聞こえたらすまぬが、そうありたいと考えている。